거예요. 스모요, 요러시쿠네. 민나노 아이돌 프리르 데스. 아래 꼬무리와 다행! 꼬무리, 너 하시다노? 저분의 ランドセルが 消えちゃったんだ. ランドセル といえば 小学校よね. それじゃ みんなで 探そう. 学校を探してみよう。 あれは僕のランドセル。 よかったわね、くもりん。 でもなんだか動いているような。 そんなはずないでしょ。 生き物じゃないんだし。 ブリル、 後ろ。 インスタグラム フォローしてね。 僕たちの4コマ漫画が読めるよ。 え、 後ろ。 ただのランドセルじゃないようね。 とにかく ここから逃げよう。 どこに逃げようかしら。 ここは音楽室? カーテンの裏に隠れましょうっと。 どこで? ランドセルは暴れ出したのかしら。 きっと原因があるはずだよね。 昨日は小学校に必要なものをランドセルに入れてただけだけど。 あれ? これって? それは僕が入れたノート。 くもりん、 こんなに破れたノートだとお勉強ができないよ。 あら? ここには空っぽのペンケースがあるわよ。 それも昨日僕が入れたものだよ。 これじゃ文字を書くことができないじゃない。 見て、 ミニカーまであるよ。 疲れたら遊ぼうと思って。 極めつけはこれ。 バナナの皮? 紛れ込んじゃったのかな。 くもりん! ごめんなさい。 きっとくもりんがランドセルにいらないものや間違ったものを入れたからランドセルが暴れ出したんだわ。 その通り。 ランドセルさん、ごめんなさい。 わかればよろしい。 かっこいい小学生になるんだぞ。 元の
ランドセルに戻ったみたいだね。でもどうやって外に出るのかしら。誰かが開けてくれればいいんだけど。イエーイ、俺様だぜ。あそこにあるのはクモリンのランドセルじゃねえか。中に虫を入れていたずらしてやるぜ。ノイズ、開けてくれてありがとう。お前ら、なんでそんなところに。助かった。二度と出られないかと思ったわ。もう食べられるのはコリゴリ。ノイズのおかげで外に出ることができたよ。ありがとう。ゴリ様としたことが。ランドセルも元に戻ったし、これでかっこいい小学生になる準備もバッチリ。そんなかっこいいクモリンに紹介したいものがあるんだ。それは僕たちのマスコットが登場するんだ。タンさん、クモリン、つくもにプリル、ノイズもいる。全国のゲームセンターでマスコットになった僕たちをゲットしてね。お気に入りのカバンにつけて自慢しちゃおう。詳しくは動画の下にある概要欄をチェックしてね。今日の夜までにプレゼントを取り返さねば。ダイオと雲の子よ。負けるもんか。まだ、まだ。ここで終わりだ。みんなのプレゼント取り返してくれる？ブラックサンタからプレゼントを取り返す。無事に戻ってきてね。あの子と約束したんだ。こんなところで止まってられない。奪うがいい。一体ブラックサンタに何があったんだ。サンサン特製、全部わしのものじゃ。生誕と飲むところで、マッツポッドリー。やめるんじゃ。卵型のスイカを買ってきたわよ。ほんとだ、面白い形。今日はこのスイカを使ってスイカアートを作っていきましょう。この間はノイズを作ったよね。可愛かったよね。今日は何ができるんだろう。できてからのお楽しみよ。何ができるか楽しみな子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。用意するものは縦長のスイカ、バナナ、ゴールデンキウイ、ブルーベリーよ。今回もフルーツがいっぱいだね。楽しみ。まずスイカは縦に半分に切っちゃうわよ。半分より少し下のところに切り込みを入れていくわよ。そこから半円の形に切っていってね。包丁は大人の人にやってもらうのよ。綺麗に切れてる。次は中身を切り抜いていくわよ。計量スプーンを使って丸くくり抜いていってね。はい、クモリンやります。クモリンくる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 りん。あれ、そこからお皿が見えちゃった。あとでこの部分にくり抜いたスイカを入れていくから大丈夫よ。よかった。さっき切った残りの半分のスイカもくり抜いちゃってね。こっちは僕がやるよ。サンサンくるりん、くるくるくる。いっぱい抜けたね。後で使うから一切れ残しておいてね。はーい。これでスイカの準備は完了よ。簡単だね。さあ次は目を作っていくわよ。バナナの輪切りを2枚用意して。ってバナナが食べられてる。おっと、誰が食べたの。僕じゃないよ。クモリンがつまみ食いしたんでしょ。ごめんなさい。もうクモリンたら。今日は輪切りを2枚しか使わないからよかったけど、つまみ食いはほどほどにしてよね。はーい。バナナは爪楊枝で刺していくわよ。これなら僕たちにもできるね。
バナナの上にブルーベリーを刺していくわよ。クモリンやります。プスッとな。あー、クモリン目から爪楊枝がはみ出してるよ。ほんとな。爪楊枝ははみ出さないように深く刺しておくといいわよ。そうだね。目になったね。でもこれ誰だろう。次は鼻と口を作っていくわよ。さっき残しておいたスイカを使いましょう。まず角を小さく切って、これが鼻になるわよ。かわいいお鼻。口は角を丸く切って、こんな感じかしら。びっくりした顔をしているね。仕上げをしていくわよ。キウイの皮を剥いて半分に切ったら薄く切っていってね。スイカと交互に並べるわよ。この色って、この中にくり抜いたスイカを入れたら、じゃーん、炭酸スイカの完成よ。あ、僕だ。お腹のチャックからスイカが出てきてびっくりしているんだね。びっくりした顔そっくり。こうやって爪楊枝を刺して、みんなで食べることができるわよ。簡単に作ることができるから、みんなも大人の人と一緒にチャレンジしてみてね。これはスイカだけど、本物のサンサンのチャックの中はどうなってるの？そうだ、気になるよ。クモリン、今日遊ぶおもちゃはこれ。パウパトロールダイキャストビークル。砂パズルで形覚え。レッツプレイ。天気が良くていい気分。
かが砂に埋まっているような。あ、もしかしてこれってパウパトロールの形じゃない？マーシャルが砂に埋まってた時の形にそっくりなんだ。じゃあこのデコボコにパウパトロールをはめればパズルが解けるってこと？なんだ、それなら簡単。僕がこれにやっと。いやー、マーシャル、間違えると上から岩が落ちてくるんだ。そんな、正しいデコボコにパウパトロールをはめよう。みんなグッドボタンで応援して。ファイアートラックはどこだろう？ここかも。なんだか違うような。また岩が落ちてくるの嫌だよ。あ、ピタッとぴったりはまった。よし、どんどんはめていこう。次はフライングヘリ。これは簡単だね。長いプロペラがあるから、ここピタッと。いい調子。パワーブルドーザーは四角いから、ここ。四角い車。あ、チェイスポリスか。きっとこれなら。ピタッと。大正解。これは何の形だろう。マーシャル、僕わかったよ。地面じゃなくて海を走る車。パワークラフトだ。ピタッと。さすが。ということは最後の一個はグリーンクルーザー。ピタッと。これで謎は解けたよ。早くキングゴリラさんのところに届けよう。待って、マーシャル、原始人さんも一緒に行こう。きっと洞窟に一人ぼっちで寂しかったんだよね。だから僕たちを呼んでたのか。もう大丈夫、一緒にみんなのところに行こう。外に向かって出発。キングゴリラさん、宝物を持ってきたよ。中身は何だったんだろう。バナナが欲しかったんだね。原始人さんも一緒に食べよう。これでみんな一人ぼっちじゃないね。どんなトラブルもパウッと解決。パウパトロール、パウパトロール。クイズタイム。宝箱に入っていたのは何だったかな。ジャングルのみんなでパーティーだ。そうだ。わー、クモリン、ダッシュだ。アイスだ。クモリン、いっぱいアイスがあるよ。何を食べるかな。大丈夫？とっても美味しいし、大丈夫。いっぱい食べてお腹いっぱい。食べる気しないで寝ちゃえ。食べ過ぎると美味しいご飯が食べられなくなるわよ。昨日のハンバーグ残しちゃった。もうアイスは食べ過ぎないようにする。最後に甘いものを食べたらちゃんと歯磨きしましょうね。ちゃんと歯磨きする。シャカシャカシャカ、できた。僕アイスクリームになったから
歯磨きできないよ。元に戻ったら歯磨きしようね。歯磨きする。うん、これでバッチリね。アイスを食べた後に歯磨きを忘れると虫歯になっちゃうから気をつけてね。うん、歯磨きを忘れちゃダメ。気をつけよう。でもちょっとくもりんのソフトクリーム美味しそう。何を言ってるのつくも。美味しい。で叫んでいたわよ。元に戻ってる。よかった。なんか僕がふわふわなソフトクリームになる夢を見たんだ。何を言ってるのくもりん。アイスが好きすぎて夢に出てきたのね。でも僕の体は溶けていくし、なんかメタメタしてたよ。くもりんみたいにソフトクリームを食べすぎるとソフトクリームになっちゃうかもしれないから気をつけましょうね。はーい。このほどに食べるのが一番おいしい。そうだね。じゃあ明日は1本だけにしよう。何のソフトクリーム食べよっか。バナナ味のソフトクリーム。そうだ。